はい、街を良くすると細谷秀樹でございます。日時はですね、2020年12月の17日でございます。はい、もう夕方ね、4時を回っているんですけれども、今いるところはですね、青梅市遊戯町ですね。青梅市遊戯町、パークショッピングセンターのね、跡地に来ております。パークショッピングセンター、青梅遊戯店さんね、跡地に来ております。あちらの方にはですね、もう閉店した後なんですけども、まだですね、看板等がね、ございますね。はい、こちらのね、道路はですね、吉野街道でございます。吉野街道でございます。この時間帯ね、まだ車のね、通り等もまだ結構あります。はい、ここ、パークショッピングセンターさんなんですけども、去年ですね、あきる野市の、二宮店さんの方もね、閉店してしまったんですけども、このパークショッピングセンター、見ての通りですね、そこそこね、敷地面積、売り場面積、大きいね、お店だったんですけども、残念ですけども、コロナウイルス等のね、関係もあったんでしょうか、昨今のね、不景気もあったんでしょうか、閉店となってしまいました。今年のですね、6月ぐらいでしょうかね、8月ぐらいでしょうか、閉店してしまいましたね。ただですね、ここ、パークショッピングセンター遊戯店さん、奥多摩町およびですね、青梅市御岳、沢井地区方面の、ね、方々、梅郷方面の、ね、方々、からいたしますとね、なかなか、便利な、ね、ショッピングセンターだったんですけれども、特にですね、奥多摩の方、今ですね、買い物難民さんになってしまっているので、非常にですね、ここのスーパーさんが、なくなってしまったことによってですね、不便をされているそうでございます。奥多摩町からですね、一番近いですね、ショッピングセンターがここのパークショッピングセンターさんだったんですけども、ここがね、なくなってしまったことにより、ここからですね、さらに、青梅駅方面にね、向かって、2キロぐらいでしょうかね、2キロぐらい先のですね、平屋さんの方までね、行って買い物をしないとね、生鮮食料品などは買えなくなってしまったものでございます。はい、この問題はですね、青梅市だけではなくて奥多摩町もね、問題があると思います。はい、奥多摩町ではですね、今ショッピングセンターはございません。はい、奥多摩町はですね、もう青梅市のね、スーパーやデパートに依存しております。はい、現場からは以上でございます。マッチを良くすると細谷秀明でございました。